乃木坂46が28日、公式 YouTube チャンネル、乃木坂配信中、を更新。メンバーの菅原さつきが、岩本蓮加を、10秒以上見れない、理由を明かした。菅原さつき、岩本蓮加を見れない理由今回の動画では、北海道ライブを終えて美味しいご飯食べに行ってみた、と題し、7月1日、2日に開催された、真夏の全国ツアー2023、北海道公演を終えた菅原と岩本が、北海道出身のメンバー、金川さやより教わったおすすめの飲食店を訪れることに。食事を待つ間、菅原は、蓮加さんの顔を10秒以上見れない、10秒見るのが割とギリギリなんですよ、と告白、10秒以上ま見ちゃうと私は、にやけちゃう、だって可愛いじゃないですか、と照れる様子に岩本も思わず笑っていた。また、詳しくは言えないですけど、今回のライブの、振りの間で蓮加さんと向かい合って結構割と長めの時間あるじゃないですか、と同ツアーにて二人が向かい合うタイミングがあると説明。リハからずっと蓮加さんが見てくれているっていうのは分かってたんですよ。でもダメでした。何回挑戦しても途中から、本当に、めっちゃ可愛いですよ、と再び絶賛し、岩本は、後輩がそう言ってくれるじゃんみんな。いいのよそれだけで十分。嘘か本当かなんてどうでもいい、と謙遜していた。